さあ時刻まもなく7時32分になろうとしております。寺谷一樹の医療どうなる。このコーナー大阪府保健医協会の提供でお送りいたします。6月と8月にねコロナを乗り越える命と暮らしを守る何でも相談会、まあ、電話相談の案内をこの番組でもいたしました、はい、で明日10月10日土曜日にまたこの相談会行われるそうです。もう番組でも何度かご登場いただいてますシングルマザーの方を支える大阪新ママ応援団の寺内純子さんにお電話つながってます。寺内さんおはようございます。おはようございます。お久しぶりでよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まあ、コロナもねまだまだ続いてるしこれからインフルも流行ってくる、心配事絶えないですけども、はい、一人親世帯の皆さんからはどんなご相談来てるんですか？そうですね、このところ多いのがやはりコロナで収入が減ったとか、それから派遣切りにあったとか、それからせっかく決まった仕事がなくなったとか、失業してハローワークに通ってるとか、そういうお話がとても多くなりまして、それで収入が減ったので食べるものがないから送ってほしいっていう、そういうストレートな SOS もすごく入ってくるようになりました。これ6月とか8月の時に比べて結構変わってきてるんですかね？そうですね、6月、7月、8月っていうのは一、はい、人10万円 の、給付金があって、 あれでちょっとホッとした部分があったんですけど、はいはいはい、もうそのお金もなくなってしまった、うん、ちょっとこれから先どうなるやろっていう、そういうちょっと不安な感じがとても相談事の中に多いですね。派遣切りとか、あるいはお仕事なくなるとか、はい、影響ってやっぱりちょっとこう、はい、タイムラグがあるっていうか遅れて出てくるもんなんですね。はい、そうです、はいはい、そうです。8月の相談会のご案内の時にね、番組で弁護士の国久保先生にお話伺いました、はいはい、その時に、はい、生活保護の申請もそうなんだけども、うん、自治体ごとにその生活困窮者の相談窓口の相談、特にね、うん、なんか住居確保給付金の相談が増えてるっていう、はいはい、そんな話を8月聞いたんですけども、はいはい、このあたり寺内さんどうなんです？はい、ですね、私今仕事の関係で大阪のいくつかの自治体を回ってるんですけれども、はい、この生活保護の関係はやはり3月4月は相談や申請が多かったんだけれども、うんうん、5月以降は去年よりもどちらかというと減ってると。でその一方でその住居確保給付金ですね、うん、これがもう去年に比べて10倍数十倍それぐらいの相談と申請があるっていう、どこもそういうふうなお話されています。ちょっと簡単におさらいしておきますと、住居確保給付金ってこれどういうもんなんですかね？はいはい、これはですね、もともとあった制度なんですけれども、はい、コロナで収入がなくなったとかいう方の、はい、家賃を補助する、これ給付ですので返さなくていいお金なんですけど、うんうんうん、基本的に3ヶ月、上限が地域によって違うんですが、例えば大阪だったら一人暮らしだったら1月4万ちょっとぐらいの、家賃の補助をしてくれるんです、うん、直接国の方から、はいはい、大家さんの方に振り込まれるんですけど、うん、その3ヶ月は2回更新になりまして最大9ヶ月給付されるという、はい、そういう制度で、うん、今まであんまり使われてなかったんですけど、ここに来て、やはり家賃の問題が大きいので、うん、ものすごい、申請があって、これはだいたい役所の生活困窮者自立支援窓口というところで相談や申請ができます、はい、なるほどね、はい、それが何十倍にも増えてるっていう。そうです、はい、本当これもなんていうかのっぴきならない状況になってると寺内さん考えてもいいですね。そうですね、はい、うん、だから生活保護を受けるというところまでいかないけど、うん、でも家賃なんとかしてほしい、家賃さえなんとかなれば、うん、やっていけるっていう人たちがやはり申請されてると思います。なるほどね、家賃って大きいですもんね、うん、はい、他にはどんな制度が利用できるんでしょうか？例えばですね、国民健康保険に加入されてる方多いと思うんですけど、はいはいはい、今回コロナで前年収入よりも3割以上減る見込みでいいんですけど、はい、そういう方は、うん、減免されます、うん、で特に前年所得が300万円以下の方は保険料が無料になるっていう、そういう制度で、それも例えば今
10月ですよね、うん、今初めてこのラジオを聞いて知ったっていう方も、うん、今年の2月に遡って保険料が減免されますので、それはありがたいな。そうです、普通に払っててもちゃんと役所から返してもらえるんです、はい、ですからこれは思い当たる方はぜひあのご自分の市町村の国保の窓口にお問い合わせしていただいたらなと思います、うん、そうですね、うん、知らなかったです、はい、それからあのコロナで仕事をあのコロナに感染して仕事を休まないといけないという方も当然出てこられますよね、うんうん、で今まで国民健康保険では傷病手当休んだ時の給料の6割出るという制度なかったんですけど、うん、今回コロナの特別な国保の傷病手当金というのができましたので、はい、これもまた思い当たる方はあのご自分のお住まいの、役所の国保官にお問い合わせいただいたらと思います。わかりました、はい、あのそれでまた明日土曜日、はい、10月10日ですけれども、はい、電話相談やるんですよね。そうなんです、はい、時間が午前10時から夜の10時まで、うん、そうです、結構長い時間やってますよね。でも全国一斉ですので、はい、あのかけていただいたら、うん、あの大阪でも10時までやってますし、はいはい、あの全国の方あのどこかに絶対あの電話通じますので、つながるっていうことですよね、はい、そうです、はい、夜でも大丈夫です。うん、電話番号どうしましょう、僕の方からご案内しておきましょうか、はいはい、お願いいたします。0120-157930、もう一回申し上げます、フリーダイヤルです、0120-157930、貧困なくそうと覚える、あ、157930、貧困なくそう、寺内さんなかなかいい語呂合わせですねこれね、はい、うん、そうです、覚えやすいですね、はい、寺内さんもじゃあ相談員としてこれまた、はいはい、相談員です。明日あの台風どうなるのかなっていう、そっち心配やけど ね、はい、うん、まあでも電話される方はお家からでもしていただけるの で、ね、あの大丈夫です。問題は相談員がちゃんとたどり着けるかっていうのそれ僕うまいことあの、はい、ちゃんと皆さんがねこう回るように祈ってますので、はい、はいはい、ありがとうございます。どんなことでも皆さん相談してくださいということで、はい、寺内さんありがとうございました。ありがとうございます、失礼いたします。身近なことね、聞きたいことあったら、うん、どんどんこのフリーダイヤルに皆さんかけてくださいね、よろしくお願いします。さあ医療どうなるのコーナーも含めて皆さんからのご意見ご感想大募集です。ファックスメールはがきの宛先もう一回アッキーまとめておきましょう。まずファックス番号 078-361-0005、 078-361-5 番です。そしてメールアドレスは毎度アットマーク jocr.jp すべて小文字です。 maido@jocr.jp、 そしておはがきの場合は郵便番号 650-8580 ラジオ関西寺谷一樹の毎度毎度宛てまでお願いします。医療どうなるのコーナーに寄せられたメッセージから毎月5人の方抽選で特製のクオカードを差し上げております。このコーナーへもメッセージお待ちしております。